こんにちは。何してるの？また会ったね。お兄さんもゲームをしに来たの？僕めっちゃ楽しみ。お姉ちゃんが起きないから暇なんだ。いくら待っても、すっごく待っても起きないんだもん。でもお兄さんがゲームしてくれるからもう大丈夫。ゲームのルールは知ってる？ルールはとっても簡単だよ。変わったことがあったら戻る。簡単でしょ？ゲームを終わらせる方法？それは、0号車まで行ってその先の運転室でブレーキをかけるだけ。トイレの車両は変わったことは起こらないからね。もう一回説明する？よかった。じゃあ後でまた会おうね。
本日は新幹線をご利用いただき誠にありがとうございます。ただいま当列車におきまして線路上での接触事故が。お兄さんすごいね、成功したんだね。キョロキョロしてどうしたの？もしかしてここが運転室になってるって思った？冗談はよしてよ。新幹線にはグリーン車があるんだよ。お兄さんなら知ってるよね。じゃあね、運転室はどこでしょう？それはね、グリーン車の向こうだよ。僕が0号車の次って言ったって？0号車っていうのはグリーン車の0号車のことだよ。まあ確かに僕の説明が下手くそだったかもね。それはそうと、いい？今度はさっきと反対。変わったことがあったら進んで、なかったら戻るんだよ。3回間違えるとお化けが来るから気をつけてね。僕はお兄さんを応援してるよ。ねえ、お兄さん、あのさ、なんで僕たちはこんなところにいるんだろう。なんか変だなって思わない？いや、気にしないで。とりあえずゲームを終わらせよう。じゃあまたね。
ねえ、お兄さん。僕たち生きて帰れると思う？
なるほど。この列車は止まることはなくって、ループしていたんですね。でも、この列車を止めることができて、ループもしなくなったってことですよね。ああ。なんか違和感。記憶がない。この列車に乗った覚えはないんですけど。それは多分直樹です。きっと記憶をなくす前、直樹と一緒だったのね。なんでここにいるのかとか、何か言ってましたか？ありがとうございます。ここに来る途中に直樹はいましたか？そうなんですね。なら列車に乗っている乗客をみんな連れて行きましょう。直樹は普通車側にいるはずですね。よし。ここから出ましょう。あ、でも、よく考えたら、次にここにまた誰かが来る可能性がありますよね。そんなことになったらかわいそうです。この列車をどうにかした方がいいんじゃないですか？ループする列車。アニメか何かで見た気がする。あ、思い出しました。なんかの番組で、二人で反対方向にすごいスピードで走って、ループを壊してました。どうですか？いや、列車はもうループしていないですもんね。ブレーキを踏んだらループしなくなったんですよね。ああ、だったら、一緒に発車させたらどうですか？両端から。私は普通車側に行くので、グリーン車側に行ってもらってもいいですか？そうですか？さっきの話だと、弟は多分普通車側にいると思うんです。弟を任せることになってしまうんですけど。でも、列車を止めることができたんですもんね。わかりました。では私の弟、直樹の一緒に頑張りましょう。急ぎましょう。またこの列車が動き出してしまう前に。
兄さん来たんだね。待ってたよ。あ、お姉ちゃん、起きたんだね。直樹、無事でよかった。お兄さん、僕はもう大丈夫だよ。そうだ、お兄さんも一緒に来る？そうですね。来ない方がいいと思います。なんだか、私たちに何が起こったか分かった気がします。心配しないでください。私たちは大丈夫です。それより、もう私たちは行きますね。本当にありがとうございました。さようなら。気がつきましたか？あなたは床に倒れていたんですよ。目が覚めてよかったです。運よくお医者様が乗っていたんですよ。軽い静脈血栓塞栓症でした。いわゆるエコノミー症候群ですね。体を横にして足を上げることで良くなったようです。本当に良かったですね。この列車が止まっているせいで救急車を呼ぶこともできなくて、最悪の場合も考えられたんですよ。数分前に起きた人身事故です。その事故でこの列車はしばらく止まっているんです。失礼します、業務連絡です。事故には若い女性と少年が巻き込まれていることが確認されました。